幸福というものをどこに持ってくるかその価値観というようなものが非常に重要で期待をしないというようなことをどんなに期待をしないと言っても人間である以上何らかの形で期待をしているものなんですねあの社会に世界に親子関係自分の身の回りの人に期待をしているものなんですねで、それ自体をいけないこととか 悪とかっていうことではなくて、できる限り自分のそういう内面の心に気づいて、気づいたらそれを追わない、捨ててしまうという、そういう繰り返しが自分の心を成長させていくんですね。自分自身を知るということ。で、それに気づいてるから、そこから自由でいられるということなんですね。で気づいていないと潜在的なそういう無意識に相手に投影した期待とか願望というものに縛られてしまって、 でしまうんですねですから自分の内側の心を育んできたっていうのかなそういう願望というのか意外に気づいていないものなんですねで気づいいてないんだけどそれが行動のある種のパターンになってしまっているっていうそういうところに気づいて自分を解放していく作業っていうのが非常に大事でこれをずっと一生やり続けるかあの全く気づかないで一生終わるかということで人間としてのレベルっていうのがすごく変わってくるんだと思うんですね。